アンホノカです。レクチャー3ではピタゴラス音律、すなわちドミナントの響きの割合を1対 1.5 きっちりにするということをやりました。ではこの音律で宇宙を構築していくとどうなるかということを今日は行います。宇宙の構築においては3和音、例えば C のキーですとドミソ C E G の和音の響きで構築の具合を知ることができます。では実際にこの響きでピタゴラス音律の調整で歌ってみます。もう一回。これは三つ目の音、真ん中の音が上ずってますね。綺麗な響きとは言えません。この構築が重なっていくと宇宙の構築は止まってしまいます。